ーブ、最後まで暗黒。9回1アウト1塁代走高松。三振ゲッツ。再開、西武は楽天に敗れ今季4度目の6連敗でついに24勝54敗1分の借金30となった。ダメだこら。そんなの中日から来た時に高松は定期的に防音ベッドやらかすと聞いていた。ここから竹内の連敗が怖いな。こういうのは記録が途切れるとバタバタっていくから。初回のノーアウト23塁でのトム先もな本当ひどい。負けました。竹内に負けつきました。竹内の投球内容はいつもと変わらなかった。2点取られたイニングもしっかり打たれたわけじゃないし、和夫が優秀に見える。竹内の負けなしも止まったから明日は今井の楽天戦連勝も止まりそう。まあ負けんのはいつものことよ。でも高松がアウトになったのはマジで理解不能だわ。代行なんだから再度和夫に変わればいいねん。芸術点高いな。竹内に負けついて悲しい。竹内も打たれたけどさ、チャンス潰しすぎだよ。松井1530鍋0924、1えらいハイペースで借金15作ったな。監督代行はそれ弱さのあまり果て散らかすわけだ。いや明日は今井で勝ってくれ。松原はしばらく代打か2打席ぐらいにしてくれんかの。現地に行きたくなる試合みたいよね。逆転勝ちとかさよならライオンとかま全く見れないからな。2桁安打すらほぼないのでは。これでファーム優勝を逃したら笑えないからな。ほぼ1軍メンバーなんだし大丈夫だよな。初戦コルデロはコルデロだったな。